今日はねニンニク、これ両方ニンニクなんだけどね、これニンニクの畑での畝の間に座って、動画撮ってるんだけども、今日試し撮りしました。ニンニク試しにもう掘ってみないと、土の中だから、どうなってるか分かんないんでね、掘ってみないと分からないんで、で見てみるとまだね、まだ下が丸みを帯びてるんで、これがもうちょっとね下にこう広がる、いやスーパーで見るようなニンニクの形とはちょっと違うと思うんでね、なんつうんだろう、下が広い、下がお尻がど、なんだろう、どっぷりでっぷりっていうか、まあね、そういうような、形になってないんで、まだ早いです。まあ早いのは早いので、これで確認して、まあもう食えるんだけどね、これもね、うん。でね、この時期なんでこれ今試し撮りのしたのかっていうと、もう一個の方を見ると、このここでぴょろーっとね伸びてるのあるんだけども、これはお花芽、花芽です、これ、ね、これが出てきたらやるべき作業が一つ、ハサミかなんかで、ちょん切ります。でこれニンニクの花、これ取ってあげると、なんだ、花に行く栄養がこっちに来て、玉がね、ニンニクの玉っていうか、まあ、ここがニンニクの、ここ球根、球根、まあ いや球根でもいいや、ここがね食べるところが肥大化しやすくなるんで、やはりこの花が出たら取ってあげるっていう、これ大事な作業になります。毎年俺もやってます。でこのお花のこっちの方切り取ります。で残ったところのここ、分かる人は分かるけれども、これがニンニクの芽です。ニンニクの芽、肉と一緒に炒めて食べたりするニンニクの芽、これがニンニクの芽なんだね。これ花芽なんだよ。俺最初さ、ニンニク育てるまではニンニクを植えて最初に出てきた、それがニンニクの芽なのかなと思ったんだけども、正しくはニンニクの芽ってニンニクの花芽みたいね。うん、ここなのよ。もう一個、まあまあいいや。もう一個、もう一個、ちょっと待って、もう一個見てみるか。ちょっと近くにあるかな。近くに、あ、これでいいか。もう一個抜いちゃおう。今晩ニンニク3個食べよう。ね、これまたほら、ここをまた下丸くてさ、もう少し大きくなれるね。でこれほら、ここね、真ん中に上にピューッと出てくるやつ、葉っぱ何枚目だろう、枯れたのは置いといて、1、2、3、4、5、6、7、8枚から10枚ぐらい出たら、これがねほら枯れたのもあるからね、枯れたのもあるから、まあ8から10枚なるとこいつが出てくるみたいだね。そしたらこいつをね切ってあげて、そうするとでそのまま植えておくとね、あの玉が肥大化しやすくなるということ、これが一つニンニクの栽培で大事なところ。そしてニンニクの芽美味しいからね、これを食べてあげるといいよね。ね、ニンニクの玉は大きくなるし、そして美味しくニンニクの芽を食べられると。もし商売してればこのニンニクの芽を売ってもいいしね、うん、そういう風にね、これは絶対取った方がいいと思うよ。美味しいし、もう美味しいのが一番よ。でやっぱ大きくなるかならないかはちょっと比較してないから分かんないけど、まあみんな取ってるんで、うん、取った方がいいかなと思います。まあ何よりも美味しいんでね、何度も、大事なことだから何度も言うけど、美味しいんでね、やはりこれ取ってみて、食べてください。せっかくニンニク育ててるんであればね、うん、これでこれを取ったら、あと1週間から2週間置いたら収穫期になるんで、この花を取ったその日から1週間2週間置いといて取る、それが一つの目安になるんで、収穫の目安、その頃になればおそらくこれもね、下がなんだろう、お尻が大きくなってね、でプッとして美味しそうなニンニクになると思うんで、この花芽を取ってから1週間2週間を目安に収穫してください。俺はこれを肉と炒めて美味しく食べます。それでね、ニンニクの芽収穫し終わって、まあ、し終わってってもまだこれあとに1回2回って取れるんだけども、大体このくらい取れました。いっぱいこの袋いっぱいね、俺の顔と比べてもらえればわかるけども、かなりの量あります。2キロぐらいあるかな。うん。あ、ニンニクのいい匂いする。でね、ニンニクのこの芽切ったばっかりだと、まあ今は切ってしばらく経ってるからだけども、これをちょっと切って、汁出てくるんですよ、これ汁ね。見えるかな？映るかな？映ったな。
この汁ね、ね、この汁、これ舐めると結構甘いんだよね。生で食べても、あ、辛いね。生で食べると辛い。汁がね、甘くて美味しいんだけど、食べると辛いよね。まあ、別に唐辛子みたいなすごい辛さではないけど、ちょっと辛い。生はやめた方がいいね。うん。まあ、ニンニクはそもそも生で食うもんでないから、火として食べるもんだから、こういうバカなことは真似しないでください。今俺、冷静になるとバカだなと思って。いや、まあ最近ちょっと疲れすぎね。働きすぎでね。ちょっと頭回ってないから、うん。バカだった。失敗。で、この、収穫してすぐのニンニクの方はね、これ今すぐ食べれば生ニンニクってちょっと食感が違う、スーパーで売ってるような乾燥したニンニクとまた違う味がするんでね、これはこれで美味しく食べれるんで、まあ試し取りしたものはそういう風に食べてみてほしいなと。そしてこれだとまあ10日ぐらいしたら、本番というか本当の収穫、全部収穫する時期に入ります。で、今回ねこんだけ確かに取ったんだけども、20メートルの根が8個の畝でこの回取りました。だけどこれあと同じぐらいの量がもう1回ぐらい取れると思うんで、同じぐらいの量ね、うん、そのくらい結構取れます。何回も何回も取れてくるんで、早く花芽が出るものと遅く出るものとってあるんで、そうすると結構長く食べれるし、本当はこれ俺も売ればいいんだけども、俺は売らないです。親戚に配ったり、まあ、取引先っていうか置いてもらってる人、買ってくれてる人にタダであげたりして、そういう風な使い方してます。俺はお金になるんだよ本当は。だけどね、その俺の野菜を買ってくれたり、結構いい値段で買ってくれたりとか、または場所代取らないで販売させてくれたりする人がいたりするんで、そういう人たちに、お礼としてあげるっていう感じでね、うん、そういう使い方してます、うん。まあ、それもそれで言えば、まあお金になってるっていうのはなってるんだけども、まあ、別にこれぐらいで取らなくてもいいかなと思って、そういう風な使い方してます。で、皆さんもしやることがあれば食べて、で、多分余ると思うんで人にあげたりして、で、交流の輪広げていく感じでね、使えばいいと思うんで、うん、とにかく生では食べないように気をつけてください。俺みたいなバカなことしないでね、疲れすぎないようにちゃんと寝て、よく食べて、よく寝て、よく休んで、ニンニクのアリシンと豚肉のビタミン B、それで疲労回復して頑張っていきましょう。よくまとまってないけども、疲れてるからこれで許してください。